この集会参加しよう、あるいは私と賛同者に名を伝えたんですけれども、その理由としては先ほど佐々木さんがおっしゃったようにちょっとも関連しますが、これ本来やっぱりちゃんと国民に問うべき、少なくとも総選挙をしたとか、あるいはその憲法をこれ明らかに9条に抵触するわけですから、改憲の手続きを取る、国民投票するというべきことをですね、ほとんど解釈で強行しようとしている。そして姑息なやり方だと、こんなことをしてたら法治国家なくさないんじゃないかなという危機感も私ありまして、それで私なんか出てくるまではないと思ったけれども、今回参加させていただきました。私がですね、この中というのは、いつかのように参加したんですけれども、入学したのが45年くらい前なんですよね。で、入学した時にですね、ストライキが始まりまして、1年間ストライキでした。それから、4年の大学に入ると、また半年間ストライキやって、1年半はストライキで過ごしました。で、この10年、20年ですね、大学で学生の諸君のですね、この影っていうか、力はあまり感じなかったんですけれども、今日、学生たちがですね、主催をして、こういうふうな、大宗教の会をですね、開いてくれたことに対して、非常に感謝をしてます。近年だけですね、非常に嬉しく思っています。で、私が院生時代にも、あるいは教員時代にも、学生との共同の決起集会というのはなかったと思うんですね。これ、画期的なことだというふうに思います。私がこの戦争関連法案に反対する理由は、大きくは3つです。1つはこれほど違法性のある法案が国会で伝えていること自体が異常です。それが議論されているということ自体が異常です。私もきっと学生代の皆さんと同じような思いで、学びまた戦ってきましたけれども、こんな時代にするためにですね、学んできたんじゃない、この時代を迎えるために学んできたのかな、そういう思いが強くなっている。次に、やはりこれは戦後最大の平和の危機である。同時にまた立憲主義の危機であります。で、ここで、日本のこの流れを止めなければ、ね、次の世代に対して私たちはとんでもない過失を犯すことになる。というふうに思い伝えています。アメリカという国がアメリカの話か、今戦争しているという、第二次世界大戦後に20カ国以上に軍事侵攻してきて、今も戦争している国だ。日本は自ら戦争を前線に立って戦うということをこれまで70年経ちてこなかったわけです。その2つの国がイコールパートナーだというわけです。それは旅には違うと思います。私は弁護士であるんですが、大したことできてないんですけれども、今弁護士会が全国でいろんな運動を声を上げています。実は今日も先ほどまで、東京の弁護士中心なんですが、女性弁護士が100人以上160人が集まったから、弁護士会で、集まり集会をし、その後有楽町の駅前で、街頭宣伝をしていきました。全国の弁護士がなんで声を上げているのか、今でもないことなんですが、弁護士法1条というところで、弁護士は人権擁護と社会正義の実現、それを使命とする、これは仕事が変えたんですね。人権擁護、戦争は最大の人権侵害というふうに言われます。私にとり大学は何より仲間と集う場所であり、何より生活をする日常を生きる場所にもかなりません。大学は公的造営物である前に学問共同体であり、大学は研究者は公務員である前に大学人です。そして何より大学という空間は、大学という社会は多くの人間が生きる場所です。大学に戦争は絶対なじみません。学問に立憲主義の破壊は絶対なじみません。ここ東京大学から今この場から学問の自由を奪おうではありませんか。戦争法案に反対し平和な日常を作り上げようではありませんか。そして何より共に平和な日常を生きようではありませんか。